皆さんこんばんは、5月に20日の塩チャンネルです。この塩チャンネル、アダルトビデオの件を取り上げてから結構いろんな方に見ていただけているようで、与野党問わずにですね、よくわかるというふうにお褒めをいただいています。ありがとうございます。官僚の方も見てくださっているようで、複数の方からですね、これまですごくわかりやすい説明をしていて大切なことが伝わっているという形で ご好評をいただいていて、今日も一人の方にですね、そのように話しかけていただいてちょっと嬉しかったですというふうに思っています。なかなかね、その他の党とか官僚の方には伝わるのに、なんで党内に伝わらないんだっていうフラストレーションたまるんですが、ぜひ党内にも広まっていけばいいなっていう、その誤解がある部分があるので、アダルトビデオの法案についてはぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。今日はビッグニュースがあって、一つはオードリー・タンさん、こちらの方見てください。デジタル民主主義をオードリー・タンさんと一緒に議論することができました。本読んだって話じゃないんですよ。本当にオードリー・タンさんと台湾の議論というかお話をする機会ができました。下に URL を貼っておくのでぜひ見てください。立憲民主党の泉健太代表と中谷一馬衆議院議員とともにですね、この本の内容をベースにしてお話をしました。私これまで民主主義って大切なもので守っていかなきゃいけない、これ今も変わらないんですが、デモとかあと集会とか、そして理不尽なその言説に対してそれにしっかりと対抗していくこと、苦しいことなんだけれども、そういったものにしっかり対応しながらやっていかなきゃいけないというふうに、こう楽しむものではないというふうに思っていました。逆に言えばですね、ちょっとしんどいけど守っていかなきゃいけないっていうふうに思ってたんですけど、違うんですね。民主主義ってもっと違う形で進めていくことができるんだというふうに思いました。なおかつ本質的なものはしっかりと守れているので、実はこっちのやり方の方が多くの方が本当に民主主義って必要だよねって、独裁とか扇動とかそういったものがいかに役に立たないって分かる、時代を悪くする、世の中を悪くするねっていうふうに分かると思うので、ぜひこのデジタル民主主義読んでいただきたいなというふうに思っています。参加することで楽しくなって世の中が良くなっていくというようなものなんですね。例えばジョインという制度を作っています。プラットフォームを作っていて、そこに60日間で5000人の賛同者が集まれば、その政策を必ず国が検討をして、そして、返事をしなくてはいけないという制度があるんですね。台湾5000人、人口少ないので妥当だと思うんですが、日本であれば何万人という形になると思うんですが、これで実現したのが、台湾ではプラスチックのストローが、禁止になりました。はい、でも独裁的に禁止ってするのではなくて、きっちりみんなで議論をして、でルーツまで探ったそうなんです。台湾でプラスチック製のストローを使い始めたのは、今のコロナのような疫病が流行ったということがあって、皆さんと一緒にこうなんかこうね、口にしないようにという形でストローっていうものがプラスチックがしか使えない時代だったと思うんですけれども、ということを踏まえた結果、じゃあプラスチックじゃなくていいよねって形で、決定されたということで、国の法律を変えたということになります。きちんとその、ね、日本であれば業界団体からとんでもないって言われるんですが、民主主義でみんなの意見で変えてきたということで、これ納得されているということなんですよね。すごいですよね。とあともう一点、たくさんあるんですけど、サンドボックスという制度も、デジタル民主主義で台湾はオードリー・タンさんが提唱して、推進されておりまして、これ何なのかというと、日本って規制緩和特区を作ってやっているんですが、非常に不透明で非難をよく浴びています。だけれども台湾というのはアイデアとかを出してもらって、地域を丸ごと特区にするのではなくて、その人のアイデアとかその考え方とかその政策をピンポイントに緩和をするというような方法を取っているので、非常にクリアな方法になっています。例えばなんですが、台湾ではクレジットカードを作るのに、銀行で、取引があったりとか、例えばそのローンを組んでいたとか、そういうのがないとクレジットカードってなかなか作ってもらえないという現実があったそうです。だけれども本当にそれって正しいのかなって話に議論になって、今携帯電話とか皆さん使ってますよね。とそれで滞納とかなくてきっちり支払われているのであれば、同じくらいの信用度になるだろうということで、それに見合った形で審査がしてもらえるというふうに
制度を変えたということなんですね。なのでその人のアイデアとか政策とか、そこの規制緩和をするということをやっていることで、そういう民主主義があるんだ、そういった形でみんなで決めていくんだ、押し付けじゃないんだ、みんなで議論するんだっていうのが分かって、台湾ってすごいなというふうに思いました。日本もですね、マイナンバー危ないとか、やっぱり政府が信用されてないんですよね。そうしたことを変えてしっかりと追いつくようにすれば、民主主義っていう言葉だけが先行するのではなくて、私たちの暮らしを良くしていって世界をリードしていけるということにもなりますから、やっぱり考え方変えなきゃいけないんだなというふうに思っています。今日はここまでです。それではまた明日、来週。